まさかの最終回。わ始まるわよ。みなさんこんにちは、うぷ主代理のジェッカです。うぷ主さんどうしたんですか？始まって早々気絶してるね。さあ、私にもわからないわ。出だしで思いっきり体当たりしてましたよね。ご主人も早く起きないと、実況始まってますよ。は、ここは一体。やっと目が覚めました。もう実況始まってますよ。誰かに後ろから体当たりされた気がしたんだけどな。まあまあ、マリオも待ってることだし、実況の続きを始めましょう。そうだね。このコースはちゃんと知っておかないと、結構時間がかかっちゃうんだよね。ブラルートよね。そうそう、このブロックの一部の場所にあるから、一度間違えるとコースをやり直さない限り、絶対に裏ルートには行けないんだよ。お、本当にありましたね。よく覚えてたね。一度やったゲームって次やっても覚えてない？ああいう細かいやつはあんまり覚えてないわね。私も同じかな。うぷ主さんは変なところで記憶力いいんですね。私もそこは思います。肝心なことは結構な確率で忘れてますからね。やっと会話できるよ。今回もこのマリオが大活躍するから、みんなちゃんと見ててね。マリオ、その手に持ってるの何？うわ、ヨッシーになりましたよ。このヨッシーは別名チートヨッシーだよ。どこがチートなの？僕はノコノコ、もしくは甲羅を食べると一定の時間空が飛べるんだよ。つまり、アクションゲームなのに、空を飛べるから、ずっと飛びっぱなしで進めば、障害物を全部無視してゴールすることができるんだよ。しかも僕がマント状態だったら、落下速度もゆっくりになるから、着地も失敗する可能性がないんだよ。どこかの緑怪獣とは比べ物にならないよね。あとで覚えてろよ。こんなところに裏ルートの鍵がありましたよ。今のところスムーズに進めてるわね。あとどれくらいでクッパの城に行けるの？このスターロードの最後のスターがあるところがクッパ城だから、あと2コースだね。ここはどうやってクリアするの？あのトゲゾウを投げてくるおっさんが乗っている雲を奪うよ。いいの乗ってるね。僕に乗らせてよ。やだよ、これは定価500万の数僕の愛車なんだ。うわぁ、人手なし。いいこと聞いたよ、先生。あれ、マリオさんってこんなに悪い人でしたっけ？この上に裏ルートがあります。このヨッシーはすっごく使えるから、ちゃんと一緒に行くよ。僕が使えねえって言いてえのか。あ、落ちそうになった時は役に立つね。絶対に谷に落とす。なんでこんなにヨッシーの口が悪いか気になる人は、ぜひ前半戦を見ていってくださいね。いいタイミングで宣伝、さすがはもう一人のうぷ主だね。私だって、やればできるんだからね。体当たりでうぷ主の座を奪ってましたけどね。あ、赤い卵がありましたよ。でももうヨッシーに乗ってるから必要ないね。ちなみにこのコースの裏ルートに行くためにはこの青ヨッシーが必要なんだよ。最初に言ってた飛び続けるってやつね。ここで僕の力を披露してあげるよ。飛んでるよ。さて、こんなめんどくさいコースなんか飛んで切り抜けちゃおうか。これは確かにチートですね。うん、普通にゴールする分ではこれだけで、すぐにゴールできるんだけど、今回は裏ルートに行かないといけないからちゃんとコースも見ててね。オーケー、そろそろ降りて確認してみようか。結構高いところまで行ってたのね。本当、全然降りてきませんね。いやー、大気圏まで行っちゃってたよ。本当に、ゲームバランスが崩壊したね。とりあえず、ノコノコを食べて、飛びながら移動しようか。これでも落下の心配がないからすごい安定感があるよ。スリルがなくなったのが残念ね。あ、ちょうどこの下に裏ルートがあるから行くね。一応念のために甲羅を食べ直しておくね。誰だよ、甲羅で遊んでるやつは。少し取りづらいですね。狙いを定めて、そりゃ。うわぁ、甲羅痛いよー。失敗してるじゃない？でもほら、一応甲羅は止まったから。ほんと、ギリギリだったね。わぁ、全然道がないじゃない？ほぼ無理やり裏ルートに行ってますね。あれ、これどうやって開けるの？僕にお任せ。おぉ、すごく器用だね。これでこのコースもクリアですね。よし、これでクッパ城に着いたぞ。ここから少し準備してから行きますので少しカットします。レッツゴー。あ、機械アイテムが羽になってるわね。一応念のために万全な状態にしてきたよ。うわ、これすごく難しそうですね。これ最初のとは比べ物にならないくらいむずってあっつ。意外とすぐに死んじゃったね。レッツゴー。この状態で挑戦するの？できる限り時間をかけたくないからね。今度は一番奥の部屋に行こうかな。
勝算はあるんですか？全然。まさかの無計画。これが最後の羽ですから気をつけていきましょうね。この部屋も結構難しそうですね。でも、ちゃんと流れに乗れば、簡単にクリアできそうだね。マントがあればゆっくり着地できるから、まだいけそうだよ。このピカピカ光ってる敵もかわしやすいから、そこまで脅威じゃないもんね。お、もうこの部屋クリアだよ。次もうまくいけたらいいんですけどね。とりあえずまた一番奥の部屋に入るね。ちなみに勝算は、ない。そんな堂々と、運に任せるしかないね。ミスった。ここ変態の部屋だ。いや、変態の変態に攻撃された。ここで下ネタはやめてよ。やだ、このおじさんマリオに全力で踏まれに来てるわ。グッドね。最後の最後に精神攻撃を仕掛けてくるとは。許すまじ。ここが最後の道だね。あ、電気切れた。よっと。あれ、また切れた。おかしいな、さっきから電気がすぐ消える。あんたが自分で消してるのよ。いや、この隙間狭いから移動しようとするとどうしてもこのブロックに当たるんだよ。最後の通路にしては敵が弱いですね。ジャンプしてるだけだもんね。あ、グッドのミニオンがこっちに来てますよ。基本スルーです。邪魔だな、早くどいてよ。通行人をマグマに落とした。まさにけど、そろそろグッドの部屋かな。とうとう最後の戦いだね。あれ、グッドの部屋天井ないよ、予算不足。いや、屋上でしょ。な、ブサイク。昔のクッパってなんか顔が怖いですね。でもやってることは、宙に浮いてるだけなのよね。機械に頼るとはクッパ持ちに落ちたな。浮いてるよ、物の例えでしょ。あ、さっきのクッパのミニオン。落とし物はちゃんと返してあげないとね。キャッチできてないですよ。あいつキャッチボール下手だからな。あれ、逃げた。と思ったらこっちに来た。うわ、上から人の顔をした炎が。え、ほらー、違うよ、火の怪物だよ。やっぱりやぁ。あ、ピーチがサンバ踊ってるよ、サンバ。最後の戦いなのに全然緊張感ないね。もちろんです、プロですから。その名もモンスターハンター。それが特別作品になるじゃない。じゃあ、どんな名前にするの。カメハンター、まんまじゃん。黒光りした玉が襲ってくるよ。鉄球でいいじゃないですか。あの機械のどこにあんなでかい鉄球隠してるのかな。もしかするとクッパの。絶対に言わせないわよ。こいつ、ずっと僕の真上にいるんだよな。なんか落ち着かないな。あ、また人形落とした。まったく、もう落としたらダメだぞ。なんかマリオさん、すごく余裕そうですね。やっぱり、クッパ倒し続けて数十年、もうクッパは世話の焼ける動物くらいにしか思ってないのかもしれない。クッパを動物園の動物扱い。まったく、今回はバリエーション少ないな。さては、予算ケチったな。予算なんて言わないでよ。あ、ピーチサンバ。サンバ、サンバ。メリア。あ、失礼しました。どうしたの、パト。いや、なんでもないよ。お恥ずかしい。ちょっと、城が揺れてる。随分攻撃が雑だね。クッパは最後の方は大体暴れ回るんだよ。ほんと、たまにはおとなしくしててほしいもんだよ。いや、機械の上で、結構おとなしいと思いますが。確かに。暴れてるのは機械の方よね。というかクッパ運転してなくない？両手がしっかり見えてるね。おそらくあいつ、機械から降りられなくなったんだな。あ、終わった。あ、クッパ結局機械から降りられなかったな。どんまいですね。でも、これでクリアだよ。お、少しカットしたからわかりづらいけど、だいたい30分くらいね。うん、今回はできるだけ、カットはしなかったから動画の時間イコールプレイ時間だよ。確か、カットは2分くらいでしたよね。ならやっぱり30分だね。おお、今回はそんなに短い時間でクリアできたのか。オデッセイもそれくらい短かったらいいのにな。30分で終わったらみんなからクレームが来るわよ。というわけで今回のゴールデンウィーク特別企画、スーパーマリオワールドの最短クリア実況の結果は、30分クリアでした。思ったより早く終わってしまったのですが、みんなはどうだったかな？次は難しいゲームの最短クリアとか目指してほしいわね。そうですね、あとマリオさんも今回はありがとうございました。いやいや、また次の作品で待ってるよ。次も楽しみだね。はい、待ち遠しいです。それじゃあ今回の実況はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので、ぜひ見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので、そちらを見ていただくと、よりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひチェックしていってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。